てんてんててん、ベッドの周りに何もかも脱ぎ散らして。こんばんは、あっちゃんナイトスクープのお時間がやってまいりました。さまざまな疑問や謎を徹底的に究明するあっちゃんナイトスクープ、私が局長のあっちゃんです。秘書のあっちゃんです。当探偵局ではあっチャンネルをご覧の皆様からのご依頼に基づき、直ちに優秀な探偵を派遣して真相の追求に当たります。では当探偵局の優秀な探偵を紹介します。あっちゃんです。チャオあっちゃんです。では本日の1個だけのご依頼から紹介します。ナッツチョコさんのご依頼から。どうもどうも、質問です。黄色いカゴのことですが、この際捨てる捨てないはもうどっちでもいいのですが、カゴの中身に何が入っているのですか？汚すぎて動画に映るだけでは判明できないので、とっても気になってしまいます。答えるだけでもいいし、閲覧注意の動画として映してくれてもいいですよ、ということで、探偵を派遣したいと思います。はい、ナッツチョコさんのご依頼を受けてあっちゃん宅にやってまいりました。で、そのナッツチョコさんが謎に思ってるカゴを見てみたいと思います。あっちゃんさん、どのカゴなんですか？はい、あっちゃん家のね、キッチンにある黄色いカゴがみんなが気になってるみたいなんで、あっちゃん触るの嫌なんで、探偵さんよろしくお願いします。はい、わかりました。では、見させていただきます。はあ、これですか？汚いね。ちょっとね、これをで、これ手素手で触るの嫌だね。では、ってことで、ちょっと完全防備させていただきます。ということでね、あっちゃんさんのお宅の、その謎と言われている黄色いカゴの中身を調べてみたいと思います。はい、今ね、完全防御をして、ね、グローブをした、ね、防抗菌グローブで触ってみたいと思います。では、これまずこれかな、なんだこれ、玉ねぎスープ、玉ねぎスープが出てきました。賞味期限2011年4月8日玉ねぎスープです。はい、これね、あっちゃんさんのもので返しときます。はい、で、ここラー油、2011年7月のラー油が出てきましたね。はい、すごい、今日はね、2017年でございます。はい、で、鮭の中骨水煮、美味しそうやね、これ、美味しそうで、ちょっとこれをいただきましょうかとは思いません。はい、賞味期限が缶詰なんで書いてないですね。どっかに書いてあるはずやねんけどもね、書いてないです。わからないです。賞味期限、缶豚に記載。2011年です、これも。はい。で、これはキッチンテープですね。はい。ということで、ご依頼にあったカゴの中身のチェック、この辺で終了します。てってって。ってわけにいかへんのでね、ちょっとこれをね、もう中身をね、あっちゃんに確認してもらいましょう。はい、実は、これは、みきちゃんがね、いた頃に、みきちゃんが残してくれた大切なものなんで、捨てることができ、ないなんて捨てられへんで、捨てちゃいます。はい。違う。みきちゃんがね、元気な頃に買って入れてあって、触れへんくなってずっと置きっぱなしなんで、悲しいけどもね、せっかくね、こうやって出してくれたから、どうしようかな、お別れをしないで、ね、お別れつらいけど、お別れをしようかな、ダルの光、窓の雪きなんて歌ってられない、歌ってられない、こんなもん関係あるかい、こんなこれ缶と瓶やね、別で分けよう。はい、これね、こういうね、汚いもの、せっかくね、触る機会になったから捨てます、こういうものね、あまりにもね、こういうものを置いとくと汚らしすぎる、
捨てよう捨てようとは思ってたんよ、あっちゃんね、実は、うん、ただね、みんながこれ突っ込むから、もうこの上もついでは捨ててまえ、これなんだこれ、なんかわからん、捨てる、はい、みんな捨てましょう。これ高かったけどね、これ多分2000ぐらいしか見せる。バニラビーンズ無理、はい、これ油色変わってるし、いつの油かわかんない、もうついでついでもこれ塩コショウ、これいいな、捨てる、使わない、汚い本出し捨てる。もうこの学校もセルというね。はい、ということで、キッチンの上ある程度スッキリしました。はい、こんな感じでね、あっちゃんまたお掃除続けていきます。はい、ね、まあいろいろこのね、台所汚いんでね、もう汚すぎるんでね、うん、だからここもちゃんとお掃除して、みんなにね、綺麗になった台所でお料理するところね、また披露したいと思います。はい。はい、いかがでしたでしょうか。あっちゃんナイトスクープ。第1回放送、第2回はないです。結構ね、撮るロケ時間かかっちゃいました。何回も NG 出して、ね、ロケ大変でした。はい。で、こっからまた編集がね、かなり時間かかっちゃうんで、あまりご依頼しないでください。依頼があればするかも。はい。ということでね、習慣では無理です。時々気が向いたらやるかもわかんないんで、ご依頼お待ちしてません。はい。って言っても送ってくるでしょ。なね、ということでね、天の弱あっちゃん、なんか面白いネタがね、なるかなと思って、これはネタに使わせてもらいました。ありがとうございました、なっちょこさん。またね、バイバイ。